Peggy 18.皆さんこんにちは、スクエアエニックスの阿部島です。今回は私がディレクションを担当しておりますレフトアライブにつきまして、ゲームプレイを中心に私の方からいろいろとご説明をさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。今ご覧いただいている、シーンはゲームの序盤のチャプターなんですけれども、このチャプターではこのミハエルというキャラクターを操作します。ミハエルはこの、ゲームの舞台になる町を防衛していた軍人なんですけれども、そこに敵が突如攻め込んできて、で、舞台が壊滅してしまって、彼は気づいたら一人ぼっちになってしまっていたと。で、このゲームの特徴の一つが、自分で攻略ルートを、考えるというか、ある程度こう自由度を重視したような作りになっているので、例えば今この状況で、左に行ってもいいし右に行ってもいい、構わない。最終的な目的地点にどうやってたどり着くかっていうのもプレイヤーの方に考えていただくと、そういうふうな遊び方を目指して制作をしています。なので、ルートによってはあっさりやられてしまうようなこともあるでしょうし、そうじゃない場合もあります。今はちょっと橋を渡ってみて、敵がいるところにあえてこう攻撃を仕掛けているようなプレイをしてみるとどうなるのかというと、大体予想はつくと思いますが、こういう感じであっさりやられてしまうというような感じになります。ちょっとじゃ あの同じシチュエーションで リトライをしてみて、違うルートを進んでみることにします。でこういういろんなアイテムを手に入れて、それを、別のアイテムに作り変えるクラフティングという要素があります。それを組み合わせてより使う、自分が使うべきアイテムに作り変えるというのがこのゲームの一つの要素になっています。でなのでパッと見はこのゲームシューティング、サードパーソンシューティングに見えるかもしれないですが、シューティングもできるし、そうじゃない遊び方、クリアの仕方ができるもできるっていうのが大きな特徴です。Nearby survivor located. Transmitting coordinates to your device. Caution. The enemy is approaching.でこの先が大きく、二分岐になってるんですけれども、その前にちょっと拠点になる場所ですね、アイテムボックスとか、セーブができる場所というのがいくつか、マップの中にあって、そこで、ある種補給を受けることができます。じゃあ、ここでは大きく2つの進行ルートがあって、地下を進むルートと、それから、正面を進んでいくルートがあるんですけれども、今回はあえてちょっと正面ルート行ってみましょう。今回の場合は割とこうステルス寄りというか、なるべくアイテムとか武器銃を温存して敵から身を隠しながら進むというプレイをしています。
Caution. The enemy is approaching. Caution. The enemy is approaching.Caution. The enemy is approaching. Caution. The enemy is approaching. じゃあちょっと今度は戦い方の例を見てみましょうか。別のアイテム、火炎瓶というアイテムを作ります。で、こうやって敵を燃やしておいて、攻撃をすると少ない銃弾で敵を倒すことができるので、その非常にリソースを大切にするという意味では理想的な戦い方じゃないかなと思います。で、路地に入ると比較的まあ敵が少ない傾向にあるんですけれども、逆にちょっと見晴らしが効かないので、マップを見ながら慎重に進んだ方がいいんじゃないかなと思います。Be alert. Someone is approaching you from behind. まあ見るからに怪しげな人物なんですけれども、まあ彼とどういうやり取りをするかというのも一つの選択の要素になります。You are kidding, right? I am reporting.Obviously. I got a tip that war was brewing in Nova Slava, so I came to the city a while back to check it out. You're telling me you knew this would happen? Well, I knew something would happen. We have our sources, you know. それでは先に進んでみましょうか。So if I want help, he's it. 今度はまた新しいキャラクターに遭遇しました。この女性は、ゲームの中のもう一つの目的、助けるという目的がレフトアライブにはあるんですけれども、そういった、救助対象になる人物のうちの一人です。Don't talk down to me. It's your fault this happened. All of you. それをミハイルが何とか説得しようとしているところなんですけれども、果たしてうまくいくでしょうか。You're right. We weren't able to protect this city.But you can still get out of here. If you don't, you'll die. Just like all the others. Give me one reason why I should listen to anything a loser like you has to say. I'm going to kill every last one of them. Since you can't seem to do it, I will. Please, just stop. Stop?Stop, he says! Sure, I'll stop. I'll stop living! I know we just met, so I don't blame you if you don't believe me. But I'm not dying here. And as long as I'm alive, there's gotta be something I can do to fix this.There's gotta be something I can do to help you. Come on, you've made your point. Just put the gun down. There's nothing you can do! 結果としてはこの映像の場合は不幸な結果に終わってしまいました。では次の目的地に向かって進んでいきましょう。この先に味方の部隊が生き残っているという情報を得たミハイルは先に進んでいくんですけれども、その過程で敵のバンツァー敵のバンツァーが、止まっているのを見かけます。発見します。
じゃあ次はですね、このゲームのもう一つの特徴であるバンツァーにの登場しての戦闘のシーンを見ていただきましょうか。はい、ではお願いします。敵が乗って、守っていたバンツァーをうまく奪うことができたところからスタートです。バンツァーに乗っての戦いというのは先ほどまでのプレイとは大きく違って、敵の歩兵を逆にこう今度は蹴散らして進むような非常に爽快感のあるプレイが可能です。両手とそれから両肩ですねに、複数の武器を搭載することができるので、それらを駆使して敵のバンツァーとの戦闘を行います。また倒した敵のバンツァーから武器を奪うこともできるので、強力な武器を持っている敵のバンツァーを倒すと、それだけ自分が強力な武器を手に入れられるチャンスでもあるので、そういった戦略的な戦い方ができるのもバンツァー戦の魅力の一つになります。はい、では今回はレフトアライブのゲームプレイの一端を、見ていただきました。今見せたやり方もあくまで方法の一つでしかないので、シューティングだったりステルスだったり、あるいはそれ以外の、アイテムを活用したトラップアクションのような遊び方をすることもできます。そういった、幅の広い自由度の高い遊び方ができることがこのゲームの魅力だと思いますので、ぜひ興味を持たれた方は、注目してください。レフトアライブは2019年の3月5日 PS4 と Steam で発売です。よろしくお願いします。ありがとうございました。